はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、冬の肌トラブルをですね、解消していく方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、先日もね、ショート動画でもね、配信したんですけども、結構高いですね、保湿クリームを使ってもですね、乾燥しているというですね、相談お悩みをいただいたんですけども、まあ、結構そういう方ですね、多いんじゃないかなと思ってですね、ショート動画とですね、今回こちらの動画でもですね、配信しようと思ったんですけども、やっぱりお肌のトラブルっていうのはですね、この表面だけではなくてですね、しっかりやっぱ体の中からですね、整えていかないと肌トラブルはですね、解消していかないと思うんですよ。以前の動画でもですね、美容液を塗っても貼っても効果があまり出ないっていうのはですね、車で例えるとですね、オイル交換をしていない状態だということですね、まあ、お届けしたんですけどね、まあ、それとですね、近いような原因なんですけども、今回はですね、この方法をすればですね、冬のですね、乾燥対策に効果がめちゃくちゃ出ますんで、ぜひですね、この冬の乾燥対策に気になる方は最後まで見ていただけたらと思います。では早速いきたいと思います。まず1つ目、睡眠不足の方ですね、この方も要注意です。寝ている間にですね、細胞を新しくしていくためにですね、睡眠不足はですね、美容の天敵ですよね。まあ、そういうのもご存知だと思うんですけども、この睡眠不足っていうのもですね、お肌の乾燥につながりますんで、睡眠不足の方はですね、しっかり寝るように心がけてほしいと思います。はい、ではですね、次2つ目、脂質不足ですね。まあ、こういった方も多いかもしれないんですけども、ダイエットしているとかですね、そういう方もですね、この脂質不足になりやすいんですけども、脂質はですね、お肌の細胞を元気にするために非常に重要なものなんですね。例えばですね、植物性の脂質であればですね、ラーマニ油とかエゴマ油ですね、そういったものを摂取してほしいと思いますし、魚以外のね、動物性の脂質であればですね、イワシ、サバ、サンマのですね、そういったものをですね、摂取してお肌のですね、脂質不足をですね、改善してほしいと思います。はい、ではですね、次3つ目、水分不足ですね。まあ、美容に詳しい方ならですね、まあ、ご存知かもしれないんですけども、結構皆さんですね、水不足になっている方多いんですよね。以前の動画でもですね、水を1日 1.5 リットル飲んでくださいってお伝えしたんですけども、なかなか 1.5 リットル飲めないって方も多いみたいなんですけどね。でもこれはですね、美容のためにも健康のためにも水って重要なんですけども、栄養をですね、全身に運ぶ役割を持ってるんですね。で、水不足はですね、肥満の原因にもなりますから、ぜひ1日ですね、こまめに 1.5 リットルからできたら2リットルですね、水をですね、補給してほしいと思います。はい、次はですね、4つ目なんですけども、紫外線ですね。この冬場でもですね、強いんですね、紫外線が。で、肌のバリア機能が低下して乾燥しやすくなりますから、紫外線対策は夏でも冬でも春でもですね、やってほしいと思います。はい、次ですね、ラスト5つ目ですね、これ腸内環境ですね。まあ、腸内環境というのはですね、美肌作りに不可欠なものなんですよね。お肌の保湿力はですね、腸からといっても過言ではないんですよね。腸内環境というのはですね、健康的なお肌には、ね、必須なものなんですね。まあ、食べ物でいうとですね、食物繊維とか発酵食品ですね、そういったものをですね、積極的に食べていただけるとですね、お肌の乾燥対策というのがですね、整ってきますので、ぜひですね、参考にしてみてほしいと思います。保湿クリームなどですね、乾燥対策にはね、もちろん重要なんですけども、体の内側から整えていくっていうことをですね、ぜひこの習慣をね、身につけていただけたらと思います。はい、まあ、これですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、美容器や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はコロタン酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。また使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。